心臓東国予地昇乱は、李氏朝鮮時代の地理書。これ以前には、高麗市地理氏などもあるが、独立した地理氏としては、現存最古のもの。1530年、中宗の命により、李、陰スク新高墨等が編纂した、感戦地理氏である。55巻。1477年、八道地理氏が編纂され、これに、東文線の詩文を加え、定裁は、 南宋の法予商蘭都民の大民一党史を参考とし、1481年に東国予知商乱五十館が完成した。朝鮮全土の軍権ごとに、県地の遠隔、俗県、軍名、聖史、風俗、継承、山川、土産、郭、海防、のろし引きり、学校、駅員、救出、老弟、橋梁、武房、公会、富津、境、 死病、寮母、戸籍、名学なぶ、人物、高子、列女、大英などの項目に分けて記述している。しかし、この版は、死蔵を禁止されたために伝わらず、1486年に、これを再び修正して55巻とした。その後、縁山君時代に、さらに改修され、1530年に、中層の命で増補したのが本書であり、現在に伝わる。 1958年には大韓民国において古典観光会から様相本一冊として出版されている。この地理史は道、軍別に項目を立てて記述したものである。構成は次の通り。角度の冒頭にはその道の前図が掲げられており、内容は各地の遠隔、生死描写、官府、土産、人物、駅員、自席、 詩人の大英などとなっている。この書は、地方社会のあらゆる面にわたって、百科事典式に序述しており、朝鮮の全近代社会を理解するために重要である。末期23の到来県上に、津島島の記述があり、などの記述があり、付属の八道層図には、津島が描かれているため、韓国の一部に津島は、韓国領であるとする考えがある。 新蔵東国予知小乱付属の朝鮮八道宗図津領島、宇山島付近の拡大図付図として、朝鮮八道をまとめた八道宗図が収載されている。現在日韓の領土問題となっている竹島について、韓国は古文書や古地図にある宇山島を独島だとしているが、この地図の右端には、津領島の西に、その宇山島が描かれている。実際の竹島は、 移領島の東北島にあり、方角や距離、島の大きさ、形状が全く違うことから、日本では、竹島ではありえないとしている。ありがとうございます。